他人に決められた人生から抜け出し、あなたが本当に求めていた人生を生きる方法がわかります。はい、こんにちは、シンプリーライフです。今回はトマベチヒデトさん著、残り 97% の脳の使い方を参考に、潜在能力を引き出して目標達成しまくって最高の人生を引き寄せる方法について解説していきたいと思います。ところであなたは引き寄せの法則って聞いたことありませんか？ざっくり言うと、あなたがイメージしたことが現実の世界に引き寄せられる、あなたの思った通りに現実は作られているという法則のことなのですが、それだけ聞くと面白い話だけど、どうも本気で信じることができないって思ってしまいそうですよね。本書ではその引き寄せの法則のメカニズムが最新の機能脳科学と認知心理学によって見事に解説されていました。これはすごいことです。いや、本当に素晴らしい本に出会いました。これが腑に落ちれば、来年から、いや今から人生が180度変わります。最高の人生を引き寄せるために、とにかくまずあなたが最初に手放すべきたった一つのこと、結論は他人に決められた人生です。え、どういうこと？私は自分で選択して生きてますけど。そうですよね。私も本書を読むまではまさに同じように思っていたのですが、ここに書かれていることを理解した瞬間に、ああ、自分は他人に決められた人生を生きていたんだな、見えていることが全てじゃないのかと分かりました。というわけで、今回の動画では 1. 絶対に自覚しておくべきたった一つのこと、 2. 他人に決められた人生から脱出する方法、 3. 最高の人生を引き寄せる方法、 4. 引き寄せを起こすメンタルトレーニングの4つのポイントに沿って解説していきます。それでは行ってみましょう。ポイント1、絶対に自覚しておくべきたった一つのこと。実は私たちは何が重要であるかという信念や価値観を子供の頃から誰かに知らないうちに埋め込まれ生きています。例えばよくあるのは、勉強していい大学に入っていい会社に入って偉くなれば幸せに生きていけるとか、収入が安定している公務員になれば一生安泰だという価値観。その価値観の中では社会には階層があり、その中で競争して上に行くことが絶対的な価値観として根付いていたりします。疑うことを知らない子供たちは、親や学校の先生、テレビ番組で言っていたことやコマーシャルによって思わされた通りに素直に行動し始めます。そして自分にとって重要なことが知らず知らずのうちに私たちの脳に埋め込まれたのです。こうして私たちの他人に決められた人生が始まってしまいました。またもっと怖いのは、人間の脳は重要だと思っているものしか見えないようにできているという特性。フランス人には風鈴が見えないのだそうです。本書の著者トマベチさんが数人のフランス人たちと和風レストランに行った時のこと、飾ってあった風鈴についてトマベチさんが説明するまで、フランス人たちには目の前にぶら下がっていた風鈴が見えていなかったそうです。フランス人の頭の中には風鈴という概念がなく、重要性がゼロだった。そのために現実には存在している風鈴があたかも存在していないかのように扱われたという話です。これと同じように、収入が安定している公務員になれば一生安泰だという価値観を埋め込まれた人は、自分の長所に合うより良い仕事があるかもしれないのに、公務員になる以外の情報は見えません。社会には階層があり、その中で競争して上に行くという生き方に心のどこかではしっくりこない感じがしているのに、それ以外の生き方は目の前の世界には存在しないのと同じになっているんです。実は私たちの人生をより良い方向に変える貴重な情報はすぐ目の前にあるのに、私たちには見えません。それを見えなくしているのは、過去に埋め込まれたこれが重要だという信念価値観です。だから何かモヤモヤを感じていたり、将来に漠然とした不安を抱えているのなら、まずは見えているものが全てだと思わないということを自覚することがとても重要です。さあ、ここから他人に決められた人生からの脱出劇が幕を開けます。ポイント2、他人に決められた人生から脱出する方法。私の人生、何かがおかしい気がする、でも何が問題なのかわからないと感じているあなたは、他人に決められた人生を生きている可能性が高いです。結論から言っちゃいますと、他人に決められた人生から脱出する方法は、将来を意図的に自分で作るという覚悟を持つことです。そのためにまずできること、今日からすぐに始められることがあります。それは自分で選ぶという至ってシンプルなルールを持つこと。例えば映画通の友人と一緒に映画館に行ったとします。あなたはどの映画が面白そうか前情報を全く持っていません。友人はいろんな映画を定期的に見ていて、いつも面白い映画を紹介してくれます。こんな状況の時、あなたは友人が見たいと言っている映画を、それ面白そうだね、それでいいよと言ってしまうのではないでしょうか。こういうことを普段ほとんど意識せずに行っていますが、実はこれ自分の選択をしていません。これは私たちの人生においても同じなんです。これが現実だと親や先生から言われたことをそのまま受け入れた人生、友人やパートナー、家族がしていること、言っていることを現実だと受け止めて、それ以上のことを考えない人生です。それは今日からやめにしましょう。
して将来を意図的に自分で作る、つまり目標を持つということを始めるのです。目標を持つと行動の軸ができます。その軸に沿って自分で選択をすることが自然とできるようになります。目標を持つだけで脳の中に理想のイメージを持つことができるようになり、努力不要で他人に決められた人生から脱出することができるんです。ポイント3、最高の人生を引き寄せる方法。あなたの中に眠っている潜在能力を発揮して最高の人生を引き寄せる方法。結論はアファメーションです。アファメーションとは心理学者のルー・タイスが提唱した目標を実現する方法で、ビジネスや教育の場はもちろん、スポーツ選手でもゴルファーのタイガー・ウッズが使っていたり、日本のプロ野球選手やバスケットボールの日本代表選手も使っていた技術なんです。アファメーションは最新の脳科学と認知心理学に基づく潜在能力を引き出す科学的な方法なのですが、これがスピリチュアルの世界でよく言われる引き寄せの法則とほぼ同じことを言っていることが本書を読んで分かりました。引き寄せの法則とは簡単に言うと、強くイメージすればその出来事や物が引き寄せられて目の前に現れるというもの。結果論としてはアファメーションも引き寄せも同じことを言っていて、リアルなイメージ力を使って目標を達成し最高の人生を引き寄せることができるということです。というわけでここからはアファメーションについて学んでいきましょう。流れをざっくり説明すると、ポイント2で解説した通り、まずは目標を持つことです。そしてアファメーションによってその目標が強くリアルにイメージされることでエフィカシーが高まり、コンフォートゾーンがずれ、目標達成に必要なものが見えるようになります。詰め込みすぎて何が何だか分かりませんよね。失礼しました。順番に解説していきます。1、コンフォートゾーンをずらす。コンフォートゾーンとはスポーツでいうところのホームゲームのこと。常に慣れ親しんだグラウンドやファンがいるところは安全安心で良いパフォーマンスを発揮できますよね。だから私たちは慣れ親しんだコンフォートゾーンに居続けたいと現状維持を望む傾向があります。そもそも目標を設定するということは現状の自分とは違う自分になろうとする、つまり安全で安心なコンフォートゾーンから抜け出そうとする行為であり、脳と心は安定的な状態を維持するために、そんなことしたらお前のパフォーマンスは発揮されないぞとあなたの足を引っ張ります。つまり逆を言えば、コンフォートゾーンの位置を自分が望んでいる高さに意図的に変えることさえできれば目標は達成されるということになります。ではコンフォートゾーンをずらすにはどうしたらいいのでしょうか。答えはエフィカシーを高めるです。2、エフィカシーを高める。エフィカシーとは目標を達成する能力に対する自己評価のこと。エフィカシーの例として本書に書かれていたゴルファーのタイガー・ウッズの話が分かりやすかったのでご紹介します。タイガーは世界ゴルフ選手権の最終日にジョン・デーリーと優勝争いをしました。タイガーが先にパーパットを決め、デーリーが距離1メートルのパーパットを決めれば、さらに次のホールに勝負は持ち越されるというタイミングで、タイガーは相手のパットを本気で入れと願っていたそうです。もしもタイガーが外せと思うようなメンタルの持ち主であれば、それは無意識に相手と同じか下であると自分自身を評価してしまっているということになります。相手が外してくれれば優勝できると考えているということは、外してくれないと自分は勝てないと無意識に思っているということになるわけです。結果はたった1メートルの短いパットをデーリーが外してタイガーの優勝が決定。でもタイガーは優勝したのにつまらなそうな表情を浮かべていたそうです。これが世界ナンバーワンのエフィカシー。エフィカシーイコール自己評価を高めればコンフォートゾーンが自然とずれて自分が変わっていくという話です。エフィカシーを高めるコツはマイナスの目標設定をしないこと。病気になりたくない、貧乏になりたくないなど心配事から始まる目標を設定してしまうと心配事がリアルなイメージを作ってしまいますので注意が必要です。3、アファメーションでより強くイメージする。最重要なのはいかにイメージできるかです。現状より高いエフィカシーを維持できるようになると認知不協和という心理的に不安定な状態に入ります。ここで脳の無意識領域はこれを解消するために現状に戻るか目標の世界へと移動するか選ぼうとする。この時より強くイメージできている方を無意識は選択するわけです。だからアファメーションが重要なのです。目標を持ったら達成するためにアファメーションをやる。そのイメージが現実世界よりも慣れ親しむように何度もリアルなイメージを繰り返すことが大切です。まとめると、まずは目標を持つこと、そして次にコンフォートゾーンをずらすためにエフィカシーを高めます。認知不協和が起きた時に無意識が目標の世界を選択するようにアファメーションによってより強く目標達成している自分をイメージしておくという流れです。そうすれば引き寄せの法則と同じく必要な出来事や物が引き寄せられて目の前に現れる、イコール見えていなかったものが見えてくるということが起こります。
ポイント4、引き寄せを起こすメンタルトレーニング。引き寄せを起こすためには自分はその目標を実現できる人間なのだという自己評価イコールエフィカシーを徹底的に高く維持しなければなりません。というわけでここではエフィカシーを高め目標を達成している自分のイメージを強くするためのメンタルトレーニングについて本書に書かれていることをかいつまんで説明していきます。1、これまでの経験で非常に誇りに思っていること。子供の頃から今まで経験してきたことの中で特に誇りに思っていることを5つ書き出しましょう。そして書き出した5つを4週間毎日1日2回読んでください。読んだ時に再度達成感快感が蘇ってくるはずです。これによってその出来事が起きた時と同じことがもう一度体験されもう一度記憶されます。これを毎日やることでエフィカシーはどんどん高まっていきます。2、大きな夢に向かって言葉のシャワーを放つ。次に夢を書いてください。それは考えるだけでもちょっと怖くなるくらいの大きな夢にしましょう。ビジネスでもお金でも海外に移住するでも何でもよくて、こんなことが起きたら本当にすごいなという夢を書いてください。そして1で書き出した5つの項目を読み上げた時に感じた感情を朝と夜1日2回その夢に向かってシャワーのように浴びせましょう。過去の成功の感情を将来の目標に向かって浴びせるのです。3、人生でうまくいかなかったこと。最後に人生でうまくいかなかったことを5つ書き出してください。お金の失敗かもしれないし、愛する人を失った時のことかもしれませんし、仕事でしでかした大きなミスのことかもしれません。何でもいいのでとにかく5つ書き出しましょう。そしてそれからいかに上手に回復したかを思い出してみてください。ポイントはうまくいかなかった時の苦しみを思い出すことではなく、どうやって克服したかを思い出すことです。どんな形であれ今あなたがこの動画を見ているということは、生きているということは、辛かったこと苦しかったことを克服してきたから。つまりあなたは困難を克服することができる人間なんです。自分が強かったことを思い出すことでさらにあなたのエフィカシーが強化されると友別さんは言っています。はい、では高速まとめに入ります。実はあなたの人生をより良い方向に変える貴重な情報はすぐ目の前にあります。それにもかかわらずあなたには見えません。見えなくしているのは私たちに過去に埋め込まれたこれが重要だという信念価値観です。私の人生何かがおかしい気がする、でも何が問題なのかわからないと感じているあなたは他人に決められた人生を生きている可能性が高いです。他人に決められた人生から脱出する方法は将来を意図的に自分で作るという覚悟を持つこと、つまり目標を持つことです。目標を持つことで最高の人生を引き寄せる道が開かれます。アファメーションによってその目標が強くリアルにイメージされることでエフィカシーが高まり、コンフォートゾーンがずれ、目の前にあった目標達成に必要なこれまで見えなかったものが見えるようになります。ポイント4で紹介したメンタルトレーニングをすればエフィカシーを高め強くリアルなイメージを持てるようになるはずです。ぜひ実践してみてください。この動画では本書に書かれている目標を達成する技術について解説してきましたが、他にももう一つ、自分の脳を最大限に活用して人生を思い通りにするための他人を動かす技術も書かれています。こちらもマジでやばい知識です。使い方次第では相手を自分の思うままに操れる禁断の技術。扱い方が難しいので興味のある方はぜひ本書をじっくり読んで学んでみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。